70代の女性がこんなに猫背が解消されました。おめでとうございます。今回は日頃パソコンで首が疲れる、スマホの見過ぎで目が痛いし首が凝る、そういった方にぴったりな WBC ストレッチ紹介します。座って簡単にできます。今すぐやりましょう。まずは簡単なチェックをします。上を向いて首の重さ感じてみてください。今度は腕を後ろに回してみてください。首や肩の重さ、背中も動く感じ、覚えておいてください。それではやっていきます。手のひらを顔に向けてダブルを作ります。この状態で上向きながら首を左右に回していきます。しっかり胸を張った状態でやってください。胸を張って首を左右に回します。リラックスした状態で行ってください。しっかり胸張ってください。握り拳を握った状態で体を倒したら上の手を伸ばす。Bを作った状態です。片方は肘を引いて肩甲骨を寄せて上の手を遠くに伸ばします。胸を張ってやってください。こんな感じで丸を作ります。これを左右に体を倒しましょう。C を作ります。胸を張って脇腹を伸ばしていきましょう。猫背の原因はね、体の前後の動きだけじゃないです。横も硬くなると体が前に倒れますからね。 OK。それではもう一周回ったら終わりです。ダブルを作って首回します。大きく首を回してください。リラックスした状態で動かします。握り拳です。横に倒れましょう。首、肩、背中が硬い人はやっぱりだるくなるのも早いです。これを1週間ぐらい続けていくと筋肉が柔くなってくるので、だるくもならずに逆に軽くなってきますからね。丸を作って倒れましょう。お腹の横、脇っ腹を伸ばすような感じです。じゃあラストね、首、肩、背中楽に動かしましょう。力を抜いて今動かした疲労取ってください。自由に動かしてください。肩もね、グーッと上げたらね、一気にストーンと落として力抜いてください。はい、OK です。
それでは初めにやったチェックをしてみましょう。首を上向いて軽く首を動かしてみてください。後ろに突っかかる感じ、なんか軽くなってませんか？肩回してみてください。さっきよりも何センチか後ろに腕が動かないですね。どうですか？チェックしてみてどうでしたか？初めよりも可動域が上がっていたり、軽い感じがしたり、そこの筋肉があったかい感じがする、そういった場合は1週間ぐらい続けるともっと改善する余地があります。チェックしてみて変化あったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。